今回の TM3 YouTube のスポンサーは東京ホッケーホテル上切屋山本和樹さんです。ありがとうございます。で、そう、引退して全日本選手権で明治に負けて、でその年に岐阜が優勝したんだよ、初め全日本選手権、うん、で明治に負けた試合ホテルでもうクビにして、チームをクビにするか来年選手としてやらせてもらうか、どっちかにしてくださいって、その判断はもうチームに委ねますって、で選手としてやっていいよってなったから、じゃあもうマジに動くように頑張りますって、でそこから日本リーグにさ戻って、とりあえず今いる若い子たちに優勝ってすごいいいものだよっていうのを味わわせてあげようっていうのをすごい思ってて、で結局国体予選も負けちゃったけど日本リーグに優勝できて大いで、まあ、それで結構なんか自分の中でもなんかプラーティに対しての達成感が出ちゃって、で来年一部でやりたいなっていう気持ちもありながら、いつまでも俺がこのチーム引っ張っとってもなって思い始めちゃったというタイミングで、まあ、チームからそろそろって言われたから、まあ、今までこう、ね、5年ぐらい言われとって毎年やめろやめろやめろ、その度にやらせてくれやらせてくれって言っとったけど、なんかその達成感で次のステージは用意したから、あとじゃあお前ら頑張ってこいよっていう気持ちが強くなっちゃったから、はい分かりましたってやめた。俺もともとその院長のアジア大会の時も、もしね優勝してリオのオリンピックがその決まっとったら、俺もその時代表辞めるよってやった、辞めようと思ったの。それはもう俺はオリンピックに出たいと思ってやっとった人なんだけど、今の子たちってもうオリンピックで優勝するっていう気持ちや、もう俺とはやっぱ気持ちが全然違う持っとると思う。だから俺は出たいと思ってたから出れんかった。あいつらは出ることがもう前提やから、だからやっぱり結果がついてくる。そういった意味ではやっぱ俺は出れる資格はなかったよなっていうのはすごい、あの彼らにとって思う。その満員でやったからオリンピアになれなかった。3回北京ロンドンリオってやったけどダメやった。やっぱ自分で言葉にして発して自分をそういうマインドに持っていくっていうのはすごい大事だなっていうのは彼らから学んだ。俺はでもそんな彼らが今のね代表の主力の子たちが初キャップの時って俺いたから、その子たちが今ああいう状況になっているっていうのはなんかすごい嬉しいし、さっきのそのマラブの話じゃないけど、例えばタカシもそんな感じだと思うんだけど、あいつもカユさんが追ってくれたからっていうふうに言ってくれるけど、その気持ちがあるっていうのはすごい嬉しいこと。だからあいつらやったらね、まあ、実際今どういうふうになるかね、明日も分かんない状況だけど、あいつやったらやってくれると俺は思うし、一人でも俺がおって、俺の上にやっぱいろんな先輩方がおったから、そういう人たちの気持ちをついてくれるやつがおるっていうのは嬉しいかな。やべえな、話やべえな。今は、カイはどんなコーチングスタイルだって。じゃあ今のこれちょっと脱線しちゃう。なんとは、ぶっちゃけなんとの子って、まあ女子はポーラとソニーがやっぱりこうスキル的にすごい高い子が多くて、なんととグラクスとかちょっとやっぱりこうちょっとまあ一段二段下がるっていうイメージがあると思うんですけど、暴力的には僕は全然そんなこと思わなくて、ただ一番違うのがもう今言うコミュニケーションとかなんですよ。やっぱりこう質問を必ず僕はするんですけど、それに対しての返答がやっぱ最初は全くなかったんですよ。でそうするとだからミーティングのこう沈黙の時間がずっと無駄な時間じゃないと考えてるんだろうけど、それをどう言葉にして説明したらいいか分かんないっていうのがあったから、まずじゃあそこを改革しようと。みんなボッケー楽しいでしょ、だからもうとにかく笑ってやろうって話したんです。でもなんか昔の人って言ってたんですけど、見る人とは何ヘラヘラしちゃったと思うみたいな勝負の世界でって思う人もいるんですけど、すごいうちの子ってこうベンチの顔色とかをすごい気にしたりとか、先輩の顔色を気にしたりとか、若い子とかはして、もう全然楽しくなさそうっていうか、それ今でもやっぱいるんだね。いますいます。それを去年は半年かけて僕の中であのかせ主導になって一番先頭に立ってやってました。だからウォーミングアップとかも
フラーテルで最後晩年時なんかも若い子に任せてやると、じゃあ後ろからじゃあ押し上げるわって感じだったんですけど、じゃあ女子のウォーミングアップ、僕が一番声出して、もっと笑っていこうぜ、楽しいだろうとか。エナジーだね、エナジー。いや。でして、無理やりこう、テンションを上げさせて、去年はでもそれで、まあね、全部一応3位やったんで、最低限の結果を残したかなと思うんですけど、結局でもソニーとコーラには得点も取れなかったので、今年はちょっとそこに技術的ってわけじゃない、戦術的なとこも、もうちょっとこう、うまく伝えてあげて、でもそんな難しいのじゃ全然なくて、ホッケーの原理原則のところをすごい理解させようかなっていうふうにやってます。積極的にいろんなことを挑戦する子はやっぱホッケーでもこう頑張ってるんだなっていうふうに思うし、なんかこう、言われたことだけ何も考えずにただやってる子っていうのは、まあ、話聞いてやっぱ試合にも出る時間が短いなっていうふうに話聞くから、まあ、そういった意味でつながるんかなと。